和太鼓飛竜は、和太鼓の演奏グループ。1998年、和太鼓奏者、日本舞踊家である、アスカポエーにより結成される。日本最古の伝統楽器、和太鼓を使い、日本文化の様式美を取り入れたパフォーマンス性、アート性に優れた楽曲で、従来の和太鼓音楽の域を超えて常識に、とらわれない、より新しい和太鼓の舞台を作ることを目指し、 関西から世界に向け発信し続けている。また、アスカポー映画作り出すドラマティックかつダイナミックな楽曲は各方面で多大な評価を得ており、他アーティストへの楽曲提供や他ジャンルのアーティストとの共演など多彩な方面で活動している。二千十九年、大阪市住吉区長井東に拠点を移し、飛留スタジオを創設。コンサートの他にも、学校公演。 太鼓指導、自社スタジオでの太鼓教室や、スタジオライブ、ワークショップ等、様々な活動を通じて、話題個人口の拡大にも努めている。 1998年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年に、1012年に、1013年に、1014年に、1015年,年,年、2016年、2017年、2018年に、1019年、2020年、2000年、2003年、2019年、2016年、2016年2017年、2018年2019年2020年2000年 十二年、二千十七年、二千十九年。ありがとうございます。